当たった。蹴ったよ。よし。来た。蹴った。すごい。蹴りました。お。めちゃめちゃいますね、ここ。すごいですね、ここ。これ大きい。大きい。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。出たー、よっしゃ、やったボツでんでしょ。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。こんにちは、釣り人社の阿部です。本日のアングラーはこちら、滝本です。よろしくお願いします。今日は、ボートからのメバルを。ボートからのメバル、はい。今日はどんなのが釣れるような、やっぱり丘から狙うのと違って、あの対抗もあって、あのサイズも、うん、いいサイズが期待できるみたいな、はい。今日目標とかってありますか？うん、やっぱりシャクメバルが釣れるみたいなところも連れて行ってくれるみたいなので、まあまあやっぱりね、あの丘からちょっと難しいところを、船からボートゲームでやっていきたいなと思うんですけれども、はい。ありました。最初はプラグから。そうですね。ちなみにワームとプラグがありますけど、なんでプラグからなんですか？浮いてるやつをサクサクと取っていきたいなと思いますんで。なるほど、はい、シャローマジックの60ですね。はい、これ狙うのはどういうところなんですか？まあヨレとか、まあまあ丘と一緒ですよね。まあ、あの灯台にこう潮が当たって。そうですね、ここ流れがちょっとこう揺れてるところを今狙ってると。そうですね。よし、ちょっとプラグを変えてみます。今投げてるのはどういうアクションをするような？あの名前の通り S 字が強いルアーですね。うん、さっきのは直線に動くような。そうですね、ロールしたいかな。さっきのに比べたらちょっとアピールが強いっていう感じなんですか？そうですね、うん、まあサーチ的に使うのが多いんでこのルアー。うーん、ここはなんか隠れ家になりそうなところがいっぱい。そうですね、ストラクチャーがいっぱいなんで。もう今はもうそのストラクチャーについてるのを狙ってるような感じですか？そうですね、ヨレもいっぱいできてますし。よし、来た。来た。よく来ますね。メバルですか？メバルだと思います。よいしょ。おっきいですね。いや、あのこの
太鼓ね、幅といいサイズといい、やっぱり岡よりは一回りが大きいいいサイズのメバルが、はい、本当全然体高違いますね。ね、全く体高がね、やばいですね。よく引くんす。これちなみに今どこをどんな感じで狙ってて釣れたんですか？うん、この人工物の際ですね。際をまあゆっくり巻いてきたら、ね、来た感じですか？そうですね。これ巻いてるスピードは結構ゆっくりめですか？そうですね、ゆっくりめですね。それはなんでですか？お、ボートも動いてるんでね。すごい、ちょっと小ぶりになっちゃいました。さっき投げてたシャローマジックの60ですね。これ今いい感じで釣れて、なぜここでルアーチェンジしてみたんですか？船長がイカナゴのベイトがイカナゴだって言ってたんで、はい、ちょっとイカナゴ系のものを、長細い系のルアーを試してみようかな。逆に言ったらさっきのあの2匹はなんで釣れたと思います？やっぱりハイアピールなところがあるんで、あの S マジックは、ああ、うん、でやっぱりっていうのがありますか、ね、あれは何でしょうね、奥の方にいたのがその動きで寄ってきたっていう感じなんですかね。おかなと思う。でもこれでも来ました。そうですね、はい、60ですね。いいですね。すごい太鼓、筋肉質ですごいですね。ムキムキ、ムキムキで分厚いですよね。はい、シャローマジックの50に変えてみました。ちょっとちっちゃくなったんですか？そうですね、うん。これ今メバルどういう状況だと思います？浮いてきたんじゃないかなと思いますね。うん、どっちもあのレンジが上の方で食ってきてるんで、活性が高いんじゃないですかね。やっぱりただ巻きが基本なんですか？そうですね。あんまりアクション入れるとメバル警戒心高いんで、バタバタと泳がせず。馴染ませてるいう感じですかね。あ、じゃあもう本当にあのイメージで言ったらこうドリフトさせてる感じですかね。ああ、もう糸吹けが出たら巻き取ってるぐらいの。そうですそうです。まあ、あのボートも流れてるんで、狙ってる層は変わらずに表層ですね。表層、うん、水面直下ぐらいですね。当たった、釣ったよ。いいですね、なんか、はい、どれにでもこう反応が返ってくる。そうですね。あ、抜けます。お、大きい。そうですね。いいの出ましたね。よし、20後半ぐらいですか？そうですね。よし食った。お、よし食った、当たりましたよ。 おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで、全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方も、ぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。
いましたよ。お、釣ったよ。お、大きい。20後半ぐらいですか。そうですね。ここはどういうとこですか。テトラの一文字、一文字みたいになってて、テトラ体が入ってるところっていうことですね。捕食のタイミングになってるんじゃないかなと思うんですけど。よし、食った。お、ちょっと何だろう、メバルっぽいっすよ。おい、お、来た。やっぱ綺麗ですね。そうですね。これ今どの辺をこう引いてきて釣れたんですか。テトラ際をずっと表層引いてきてますね。結構キワキワを引いてきてる。そうですね。そこまでキワキワじゃないですか。さっきのはキワキワでしたね。当たったのにな。めっちゃ当たる。当たりますね。お、これは基本当たりがあって乗らなくても、はい、その後も同じように巻き続けてくるのがいいんですか。僕は止めたりしますね、一旦。あ、止める。うん。食わせるためにちょっと止めてあげる。そうですね。若干テトラからちょっと離れたところから食ってます。いや、まあでもテトラ周辺ですね、やっぱり。食いました。お、ちょっと大きそうですか。そんなことない。うん。同じくらいのサイズですね。ちょっ、あ、大きくなりました。大きいですかね。ブルーですかね、これは。ね。ブルーバック、ブルーバックがおるんかもわからないですね。取りました。お、あれですけど。食いました。はい。お、サイズアップ。大きいですね、立派な。そうですね。めちゃめちゃいますね、ここ。うん、すごいですね、ここ。ね。今日のこういう釣れ方見てるとなんか。はい。堤防とかでやると毎回こう常夜灯常夜灯常夜灯でなりがちですけど、はい、そこだけじゃないんだなっていう感じがしますね。そうですね、やっぱりあの闇夜の中でも魚いますね。たまるところをやっぱり連れて行ってもらってるんでね、こうやって遊ばしてもらえるのはすごい楽しいですね。やっぱ手つかずっていうのが一番いいかもわかんないですね。また釣れましたね。やっぱ魚が素直に反応してくれるんですね。ですね。はい。お、まあまあ。まあまあですね。
ライズ？ライズしてます？ライズっすね。めっちゃライズしてる。うん、ライズしてる。食ったよ。ああバレた。よし、ちょっとここに来てジグタンを入れてみましょう。よし食った。お、落ちパクです。うわバレた。うわお、もうほぼ着水と同時みたいな感じでした、ね、そうですね。やっぱり際じゃないと食ってこないですか。うん、タイトに塗らんかったら食わんすね。釣り始めた時とはちょっと違う状況なんですね。じゃあそうですね。よし食った。食いましたよ。はい、ラブリンチョです。本当だ、やる気はあるってことです。そうですね。食った、食ったよ。お、大きいっすか。いや、竿が。はい。あ、でもいいですね。やっぱりライトっすね。でもいい筋肉質な感じの。そうですね。いいサイズですね。よし、食った。お、はい、抜きます。あのこれもまあまあいいサイズ。そうですね。やっぱここがやっぱ一番大きいんですね。いいですね。よいしょ。うん、よし、食った。食いましたよ。すごいですね、ここ本当に。そうですね。めちゃくちゃいる。はい。よし、食った。よいしょ、抜きます。 おうしゃ、お、でかいですね。よいしゃ、お、すごい。よいしゃ、おしゃ、すごい。おしゃ、おしゃ、パンパンですね。パンパン、すごい。いや、よかった。27や。7っすね。27。はぁ、はぁ、
よし食った。これ大きい。お大きい多分。ほらメバルっぽいっすよ。ほなんや。うわ歯に疲れる。これでかいよ。めっちゃ引くぞ。浮いてきた。タイですね。はい、ありがとうございます。よし、すごい。よし、すごい。よし、明石のタイです。よし、ありがとうございます。長かった。いやーよかった。すげー、よかった。ありがとうございました。お疲れ様でした。すごいですね。いやよかったよかった。はい、しゃ。これちなみにどうやって釣れたんですか今。あ、もうホールで。へえ。はい、ライトって怖いっすね。すげえ。お、取ったよ。よし食った。パンパンっすね。パンパン。太鼓がね、やばいっすね。いやよかった。すげえ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日すごかったっすね。すごかったっすね。うん、いいメバルと最後のゲドが。そうっすよね、はい、とんでもないゲストがやってきた。そうですね、あの旬の旬のお魚が、はい、いかがでした。もういい釣りができたんじゃないですか。そうですね、うん、やっぱりあのボートでね、みんな打たないようなところに連れて行ってもらえるし、ロケーションもいいところで、うん、あのやらせてもらえたんで楽しい釣りができましたね。気持ちよかったですよね。そうですね、やっぱまあ本命ででかいのが出たっていうのがやっぱり一番まあ嬉しいところでもあります。そうですね、あのメバルも数出ましたしね、うんうん、あのサイズもまあまあのが出て、うん、よかったかなと思いますね、はい。メバルはこれからですかね。これから、これから船長が言うのは5月ぐらいまではハイシーズンだって言ってたんで、はい、皆さんにもぜひ、ね、これの釣りを楽しんでもらえたらいいですね。そうですね、うん、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。